はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。国家でございます。ということで、本日は2024年の4月25日、こちらは JR 福知山線宝塚駅です。本日4月25日は、ちょうど19年前ですね。2005年の4月25日、107人の命を奪った福知山線脱線事故が、発生した日でございます。こちらの当該列車とほぼ同じ時刻を走る列車に乗って、一路尼崎を目指したいと思います。